皆さんこんにちは。本日お伝えさせていただく茨城弁はこちら、青なじみ。それでは実際の恋愛をお聞きください。これ昨日すげえ知ったんだよ俺。青なじみ知った。押すんだね、押すんだ、押すんだね、いてえんだからおめえ、青なじみは押すんだねって、押さまったもん。いかがでしたでしょうか。気になる例文の意味はコメント欄をご覧ください。それではまた次回。皆さんこんにちは。本日お伝えさせていただく茨城弁はこちら、アガルム。それでは実際の例文を押してください。これはアガルンでいくから、これってどれ。アガルンだ、これ大事だ。こっちは、お、色合いな、どれ。これまだアガルンだよ、キショ。いいよ、しながら、キショ。いかがでしたでしょうか。気になる例文はコメント欄をご覧ください。それではまた次回。皆様こんにちは。本日お伝えさせていただく茨城弁はこちら、あっため原稿。それでは実際の例文をお聞きください。おめえこの気象いつもそうたに悪いこと回しやって、こっちそこ待ってろおめえ。はぁ、あ、かーん、まだこうやっておめえ悪いことやったらあっため原稿しちゃっかんなこの。やんだねもん。いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんもあっため原稿使ってみてください。気になる例文の意味はコメント欄をご覧ください。それではまた次回。皆様こんにちは。本日お伝えさせていただく茨城弁はこちら、油。それでは実際の例文をお聞きください。あーこれどうすっぺ。おう、この辺にどこだ、赤油入れとこう。ねえおめえこれ光っちゃってと。あー油、あー待って、あーほれ見ろこの油ねえから止まっちゃったこれ。かー、凍った山の中でどうすんねこれ。呼ぶしかあんめややるら。じゃ呼ぶしかねえこれ。いかがでしたでしょうか。皆様も油ぜひ使ってみてください。気になる例文の意味はコメント欄をご覧ください。それではまた次回。皆様こんにちは。本日お伝えさせていただく茨城弁はこちら、いいごぞしだ。それでは実際の例文をお聞きください。あ、あ、おめえ使ったって聞いたけど大事か、大事。おお、いいごぞしだ。俺はもうプツがあったって聞いたからたーん、いちって大事が、青なじみできてくれ。あーいいことした、あーいいことした。おー、いかがでしたでしょうか。皆様もいいことした、ぜひ使ってみてください。気になる例文の意味はコメント欄をご覧ください。それではまた次回。皆様こんにちは。本日お伝えさせていただく茨城弁はこちら、イギア。それでは実際の例文をお聞きください。どれに今日のお湯は何にすか。おれなんだっておめえ、今日山だけでじいさま。普段行きあるの珍しいんだね今日。なに、母さんが突っ込んだ、大事が。ああいいことした、そりゃよかった。いやだからじいさまと行きあるなんて今日はどうしたのって思ったんだよ。あでも元気ならいいことしたな。うん、よろしく伝えといて。でまだね、いかがでしたでしょうか。皆様もイギアぜひ使ってみてください。気になる例文の意味はコメント欄をご覧ください。それではまた次回。皆様こんにちは。本日皆様にお伝えさせていただく茨城弁はこちら、イシャララス。それでは実際の例文をお聞きください。でお前あれだってこれなんかさ、誰だこのとこに子供置いたの、イシャララスだけ来ちゃったの。誰だこのとこに置いたの、邪魔くせえこと、イシャララスだけちゃんと追いなら、きしょ。いかがでしたでしょうか。皆さんもイシャラカスぜひ使ってみてください。気になる例文の意味はコメント欄をご覧ください。それではまた次回。皆様こんにちは。本日皆様にお伝えさせていただく茨城弁はこちら、いじぐりこじ。それでは実際の例文をお聞きください。ダメだよおめえ、今からソーダのヤグッってるやつ、あーそうだにいじぐりこんにゃくするバカ言うよ。俺見ろこれ、最近より粘っこくなっちゃった。かー、誰が言ったんだそうだにいじぐりこんにゃくしようって。これはええやんばいでいいの。ダメだよ、そうだにいじぐりこんにゃくしようって。見てみろこれ、やげめこうた粘っこくちゃう。かー、おめえそうやって毎日毎日納豆ばしいじぐりこんにゃくしてからあれな、女だっぽこれ。
ヤグメクッキー、いかがでしたでしょうか。皆さんもいじぐりこんにゃくぜひ使ってみてください。気になる例文の意味はコメント欄をご覧ください。それではまた次回、皆様こんにちは。本日お伝えさせていただく茨城弁はこちら、威嚇する。それでは実際の例文をお聞きください。だれこれ、ばあちゃん足イダビしちゃって、今から石骨に入って電気上がりしてるもんね。これイダビしちゃったの、ばあちゃん。だから石骨に入って電気上がりで引っかかってもらうの。ばあちゃんよくよくイダビしちゃったの。こればあちゃんこれイダビしちゃったの、こればあちゃんイダビしちゃったの、これここイダビしちゃったの、これイダビしちゃったの、ばあちゃんイダビしちゃったの。皆様こんにちは。本日お伝えさせていただく茨城弁はこちら、言ってつける。それでは実際の例文を教えてください。何がおめえだよ、そうだ、いい格好して。何、東京さん行く、あぶめ一人じゃん。ばあちゃん言ってつけてやっか。何、一人で大事、ダメだよおめえ、そうだ派手な格好して。危なくてさ、ばあちゃん言ってつけてやっか。待ってろ、ばあちゃんも用意していくから。あーちゃん足痛みしちゃったからな。いかがでしたでしょうか。皆様も言ってつけるぜひ使ってみてください。気になる例文はコメント欄をご覧ください。それではまた次回、皆様こんにちは。本日お伝えさせていただくいただけるのはこちら、言ってみる。それでは実際の例文を教えてください。これ今日もいい天気や。これあゆめもうこうたじがんけで、あたしは言ってみっから。なに、もういっぱい俺じゃ、いやーたくさんたくさんたくさん、もうこれ GB 様が腹すかして待ってっぺよ。んだもうしゃんめよ、飯作れ冷蔵もしてんだから。で私行ってみっから。なに、もういっぱい、だって俺もういっぱいで呼ばれてけっぺ。これいかがでしたでしょうか。皆様も行ってみるぜひ使ってみてください。気になる例文の意味はコメント欄をご覧ください。それではまた次回、皆様こんにちは。本日お伝えさせていただくいただけるのはこちら、言ってみる。それでは実際の例文を教えてください。これ今日もいい天気や。これあゆめもうこうたじがんけで、あたしは言ってみっから。なに、もういっぱい俺じゃ、いやーたくさんたくさんたくさん、もうこれ GB 様が腹すかして待ってっぺよ。んだもうしゃんめよ、飯作れ冷蔵もしてんだから。であたし言ってみっから。なに、もういっぱい、だって俺もういっぱいで呼ばれてけっぺ。これいかがでしたでしょうか。皆様も言ってみるぜひ使ってみてください。気になる例文の意味はコメント欄をご覧ください。それではまた次回。